こんにちは、プルメリ TV です。今年入って初めての放映ということで、明けましておめでとうございます。皆さんも、良い新年をお迎えになられたかと思います。プルメリアたち元気にしてますでしょうか。だいぶ日が長くなってきたというか、日没が、遅くなってきましたよね。まだ日の出はそんなに早くはないんですけども、年を明けてから、徐々に春が近づいてきているなという感じがしています。最初にお知らせがあります。フロリダ産の苗、エキゾチックプルメリアさんについては、今年も新しい検疫制度に対応して輸入ができることになりました。で、ただ一つ、大きな変更があるのは、3ヶ月間、輸出前に栽培地検査が必要ということで、2月の15日が締め切りなんですけども、締め切りを過ぎてから、追加が一切できなくなりました。というのもですね、3ヶ月間ちょっと検査を受けなきゃいけないということで、追加するとさらに、そこから3ヶ月、余分に検査を受けなきゃいけなくなるということで、どんどん植え付け撤去を逃してしまうことになっちゃうということもありまして、ちょっと申し訳ないんですけども、2月15日までで、締め切りとさせていただきたいと思います。で、今週いっぱい、日曜日の、夜の11時59分までですけども、プルメリアクラブのサポートメンバーの皆さん、ご利用いただけるクーポンを発行しております。で、ご予約いただいたときに、クーポンを利用いただくと、全部苗が 10% オフになりますので、この機会にぜひ、プルメリアクラブの、サポート会員の皆さんは、お早めに、お申し込みいただければと思います。苗については、こんな感じで、ちょっと他の苗元についてはまだいろいろ準備はしていただいているんですけども、なかなかちょっと体制が整っていないということで、2月の上旬頃までに準備が整えばちょっと予約を短期間でも受け付けやすいと思うんですけども、それまでに間に合わない場合は、今年の輸入はちょっと見送るということで、考えております。ただ少なくともエキゾチックプルメリアさんの苗は今年入ってきますので、新品種も、いくつか載っております。ぜひこちらを、ご予約いただければなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、年明けてからですね、特にびっくりしたのが、今までなんとなく日が長くなってきたなっていうふうには思ってたんですけども、うち温室の、電気って全部タイマーで制御してありまして、12月頃はもう4時ぐらいですかね、4時に入るともう薄暗くなって作業ができないということもあって、電気が4時になると自動的に点灯するようにセットしてました。で、設定はもうそのままいじってないんですけども、今4時なんて言ったらすごく明るいので、明るいうちから電気がついているということもあって、これはだいぶ日が伸びたなっていうふうに、ふと感じたり、しました。今もう本当暗くなるのって5時過ぎてからになりましたので、だいぶ紫外線量も強くなってきていると思います。太陽の角度も少しずつ高くなってきているということで、まず、温室の中久しぶりに見回してみると、花芽がどんどん上がってきてるんですね。で、本当はこの時期よりも最低でも1ヶ月後から上がってくれれば春以降に咲いてくれるんですけども、1月に上がった花芽だとちょっともう4月待たずに咲き始める子もいるんじゃないかなと、ちょっと、心配しています。特に涼しい寒い時に咲いた子っていうのはなかなか色が乗らないということと、特に赤系の品種って咲かなかったりとか、あと花がちっちゃかったりとか、最悪の場合はつぼみがポロポロと落ちて全然開かないということもあるので、ここはちょっと葉面散布とか、歩行をしながらなんとか乗り切りたいなというふうに思います。で、皆さんのお家のプルメリアたち、日当たりの良いところで管理されている方なんかは、新芽がなんとなくみずみずしくなって伸びてきたとか、動いてきたっていうふうな方も結構いらっしゃるんじゃないかと思います。特にうちなんかは温室で管理しているので、落葉させてずっと管理していたものに関しても、寒い温度の部屋でも結構動き始めてますね。で、だからといってこの時期に動いてきたからって慌てて水やりをいっぱいやると根腐れしちゃうので、とにかく注意してください。一番プルメリアの管理で失敗しやすいのがこの1月の後半から、特に2月いっぱい、それから3月の上旬ぐらい、だいたい芽が動き始めて、なんとなく水が欲しいんだなと思ってあげたりとか、
もう冬越し大丈夫だろう、気が抜き始めた頃に一番失敗するので、ここはちょっとぐっと我慢して水やりについては控えた方がいいかと思います。まあ、私たちもね、毎年どうかなって悩んでる時は大体あげないようにしています。でこれをあげないとダメだっていう風になった時に本当少量だけあげるような感じでやってますので、とにかく過保護はダメです。あまり可愛がりすぎないで、引き続き乾かし気味の管理を徹底してみてください。こうやって温室を見ているともうこれ我慢できなくて、咲いちゃったんですけども、これはフロリダカラーズさんの新品種でホープっていう品種です。まだ去年販売してない時に苗をいただいて、まあ、うちで初めて咲いたんですけども、これはフロリダ以外というかアメリカ以外で咲くのは多分初めてなんじゃないかな。で、こちらは、タイのヌイさんという方が募集されたジャストサリンという品種なんですけども、本当は真夏に咲くとものすごい激しいスプラッシュが入る品種で、すごく美しい品種なんですけども、やっぱちょっと冬色になっているのでスプラッシュの入るのは甘いって感じです。まあでもこの時期にこれだけ咲いてくれたら初花なんで嬉しいかなっていうふうに思います。こうやって見てるとね、ここにもつぼみがあるんですね。で隣の株、ここにもつぼみがあったりとか、ちょっともう落葉させてたのも結構芽吹いてきちゃってるんですけども、これ、バリハイゴールドの花芽ですね。こうぐるっと見てみるともうバリハイ花付きがいいので、こうやって花芽から脇芽が出てきたりします。とにかくこれすごい花をつけるので、もしも持ってる方いたら大事に育ててみてください。これはスコットプラットですね。実はこれ上枝に花芽がついてまして、まあ、これダメかななんて冬前についてたんで思ってたんですけども、こう見てみるとだんだん花芽が、伸びてき始めました。紫外線量がだいぶ強くなったからかな。これすごい濃い赤の花が咲くんですけども、なんとか、ここまで来れば咲いてくれそうな気がします。で、それ以外にもなんかこの辺のちっちゃい株とか花芽が出てきてますね。これも花芽だ。これはもうちょっとボケちゃってますけども、目覚めと同時に咲くパターンですかね。こんな感じで花芽がついてきています。こちらの奥にも花芽上がってますね。花だけじゃなくて今年は種さやも20個ぐらいついてるんですけども、これは、キューバの原種のキュベンシスという、原種の、種ですね。結構ちっちゃくて、手の大きさ見れば分かるんですけどこんな感じで、かなり可愛らしい種です。あ、なんかこう葉っぱに潜って去年の夏から咲いてる、シンガポールハイブリッドの花が咲いてますね。ちょっと奥に行ってみましょう。こちらは、ステノペタラという原種の種で、これは結構大きいです。しっかりした種ですね。パパイヤがなってます。で、ここにも花芽がついてますね。なんかもう花芽だらけです。ここでは、フロリダ品種のノホカイが咲いています。これすごく香りが良くて優しい色でかなり大きな花です。手で見てもらうと冬場でもこの大きさで咲いてますね。こちらは、ユカタン半島メキシコ品種なんですけども、ユカタン半島の品種でユカタンイエローという品種です。とてもいい香りがします。で、これが、クランベリーかな。赤い花が咲く品種で、ここまで来れば咲いてくれるのかなと思います。これもちょっと色ぼけして咲いちゃってますけども、クキアット博士のファイアーブラストです。夏に咲くともっと濃い花が咲きます。天井の方では大御蝶も咲いてますね。こちら奥の方に行くと
らいね、ブラウンフラワー、たくさん天井にくっつきながら咲いてます。だいぶ春が近づいてきたなっていうふうに感じますね。こちらも花芽がついています。でこれすごく大きな種なんですけども、これあのジャマイカファイヤーっていうバリ品種の種です。おそらく日本で種ついたのこれが初めてなんじゃないかな。種さやおそらく夏頃には弾けてくれるので、あの弾けたら欲しい方に少しお分けしたいと思います。こんな感じでちょっと花芽がどんどんと出てき始めてまして、これから春に向かって、どんどんお花が咲いてくるものと思われます。はい、というわけで、少し温室の様子を見てもらいましたけども、花芽がどんどん上がってきたりとかですね、新芽が動き始めているということで、まあ、春に向かって、少しずつ植物たちも準備を進めているなという感じが、なんとなく分かっていただけたんじゃないでしょうか。この時期特に、我慢が必要なので、とにかく水やりをしすぎないこと、それから動いてきた植物に関しては葉っぱが出ているようであれば葉面散布剤ですね、それをあげてあげると、栄養補給ができていいかと思います。で、水やりをどうしても暖かい部屋だとせざるを得ないかと思うんですけども、そういう時にはですね、以前ご紹介した、バイオウィードとか、スーパースライブのような海藻系の抽出物とか、あとはラピッドスタートの希釈水とかを、まあ、少量株元に回しかけるようにしてあげてあげると、いいと思います。とにかくこの時期根っこをどうやって元気に保ってあげるかということが一番大事になりますので、やっちゃいけないことは、水のやりすぎによる根腐れ、もうこれやっちゃうと、もうこれから春になって、1年間棒に振ることになっちゃうので、とにかく、水は基本動いてなければあげないと。で、あったかいお部屋でどうしても水やりをしなきゃいけないという場合には、根っこをこう強くしてあげるような成長調整剤っていうんですか、栄養剤のようなものですね、それをあげると。で、間違ってもですね、窒素分の多い通常の肥料はあげないでください。特に地上部が成長する温度っていうのは15度を超えてからです。で、光もこの時期はあまり十分ではないので、窒素をあげると根っこを傷めたりとか、あとは暖かいお部屋であってもちょっと徒長をするんですね。そうすると軟弱な株になっちゃいますので、傷がつきやすかったりして、そこから病気が入るとか、まあ、あとは間延びをするとか、そういうちょっとあまり良くない効果が、現れてきてしまいますので、まあ、肥料分を上げるとすれば、葉面散布剤で、補うと。で、あとは水やりをどうしてもしなきゃいけない環境にある方は、まあ、そんなに毎週毎週上げることもないでしょうけども、上げるときに、海藻系の、まあ、抽出物であるとか、ラピッドスタートのような、根っこをこう育成するような、成長剤を一緒に混ぜてあげるといいかと思います。2月に入りましたら開放誌もまた出ますので、現在予約受け付けておりますけども、まあ、2月一番気が抜けない時期の管理についてはまた追って説明したいと思います。では